おはよう。入り口のあたりまだ少し濡れてるから滑らないように気をつけろ。これが海で泳いでるように見えるか？昨日のバカたちの後始末してるんだよ。あいつら掃除の仕方が全然なってねえ。一から仕込まないと。ああ、まああいつらよかはマシだろう。悪いけど付き合ってくれるか？ダイニング側。あ、砂が残っているところをそのまま拭くと床が傷むから、小ぼうきでさっと吐いてからな。俺たちの過去を詮索したりはしてないのか？エンマのおっさんの娘なら上張りの鏡で何でも覗き見できたりするんじゃないのか？ただ壊れてただけとか？なるほど、確かに磨き方の筋がいい。